18、感染してしまったら、自宅での療養について。咳や発熱が続くなど、新型コロナウイルス感染症と疑わしい症状が現れたら、まずは電話で病院へ連絡します。検査が必要と判断され、PCR 検査や抗原検査を受けて陽性と診断された場合、体の状態に応じて病院や自治体が確保する感染者用の療養施設へ入るか、もしくは自宅で療養することになります。お年寄りの人や持病がある人など、重症化する恐れがある人は病院へ入院します。軽症や無症状病原体保有者の場合は、基本的には自治体が確保する療養施設に入り、ウイルスを人にうつす心配がなくなるまで、体の状態を見ながら過ごすことになります。しかし、感染者が増加し、確保されている療養施設が埋まってきてしまった場合、自宅で療養することになる可能性も十分にあります。自宅療養を求められた場合の過ごし方を見ておきましょう。仮にそこまで辛い症状ではなかったとしても、体の中では免疫細胞とウイルスが戦っている最中ですので、とにかく安静にして、体に負担をかけないようにします。熱が続く場合は、首の周りや脇の下、足首など、血管が体の表面近くにあるところを冷やすと、熱が下がりやすくなります。熱が出るうちは汗をかくので、脱水状態にならないよう、水分をしっかりとりましょう。室内の空気が乾燥していると、喉や鼻の粘膜、表面が粘液に覆われている部分が乾き、病原体への抵抗力が下がります。室内を適度な湿度に保つため、加湿器をつけたり、濡れたタオルをたくさん干すなどの工夫をしましょう。保ちたい湿度の目安は 50% から 60% です。部屋を閉め切っていると、ウイルスを含んだ飛沫が室内に増えていきます。室内に空気が流れるように、向かい合った2箇所の窓を開けるなどして、しっかり換気しましょう。自宅療養中は、住んでいる自治体の相談窓口が、感染した人の健康状態を電話などで定期的に確認することになっています。症状が悪化するなどした場合は、窓口の担当者に伝えて、医療機関への受診を調整してもらうことになります。仮に症状がなくても、検査で陽性と出たなら、自分はウイルスを出していると考えなければなりません。外出はできるだけせず、人と近くで接することがないようにします。